ちょっと無口で大変なんですけど、今日は少し回してみようと思います。波足歩いてる感じはこんな感じです。まあ久しぶりだからどんな感じかな。いや、ちょっと飛行機飛んでる音がすごいな。やめます。今日はですね、前だけしまきをして靴は履いてません。ちょっと緩くなってきててね、つまずいてまたひねったら困るんで、もうワンサイズ下を前足に買った方がいいかもしれないです。それではちょっと早足をしてみようかな。大事たがってる。はい。はい。はい、よし。はい。おーおお、やめてー。やめてを変えます。今日ね、歯の治療したからちょっとよだれてるようになってるね。歯の治療したんでね、歯磨をやめたんですよ。本当はね、こういう時は歯磨をつけた方がいいんだけど、久しぶりの運動だしね。よし、はいはい、はい、なんか今の感じから言って、こっちでここしたくない。今の感じから言って右手前は発酵しそうな気がします。はい。ああ、はい、よし。えっ、えっ、はい。はい。はい。発酵してますね。右前というよりはなんか後ろがやっぱり靴履かせなかったんで、トモが怪しいかもしれません。ああ、もう一回、よし、ゲッゲッゲッ、ほう、もういいや。あとはちょっと引き馬して帰ります。もういいよって顔してるな、お前。もういいよ。うん。もうおいらは頑張ったぜって顔してるな。よいしょ。おいら頑張ったぜって顔してるな。よいしょ。
いしょ。い、昼間するよ。今ちょっと追い鞭しまうから待ってて。もうすぐ帰る。はい、もうちょっと歩くよ。ちょっとさ、前足よりもさ、後ろが気になったからね。何？前足より後ろが気になったからさ、明日は靴を履かせてみるか。あ？はい。もうすぐ帰るから。もういいんですけど、みたいな顔になってますな。うん。よくやった。偉いぞ。うん、うん。これだけね、来て話しててもね、全然ちゃんと言うこと聞くから偉いよ、お前は。でもな、アスコートの時はな、完璧狙ってくからな、気つけないとな。アスコートの時、完璧狙って気をつけないといけないよな。はい、洗い場に行くか。やめな。やっぱり狙ってただろう今。よいしょ。お疲れ様です。洗い場行くか一回。はい。違うだろう。そこ乾物入ってない。よし。はいはい。洗い場入るよ。そっちじゃなくてさ、洗い場入るよ。はい。はい、行け。違う。はい。行くよ。行くよ。行くよ。はいはい。よし。はい。はい。はいよー。はい、ストップ。